城野都浸水公園丘領地の中の森林に囲まれた谷合いの土地で水が集まるため古くからの集落があり、田畑が営まれている場合が多い。写真は今も里山の風景を色濃く残しており、農業公園としての整備、保全が検討されている川崎市安奥黒川座に下に奥の谷付近、谷津下宇佐大地に入り組む谷津田宿とは、 丘陵地が侵食されて形成された谷状の地形である。また、そのような地形を利用した農業とそれに付随する生態系を指すこともある。谷、谷津、谷地、谷地、国名などとも呼ばれ、主に東日本の丘陵地で多く見られる。なお、同じ地形について、中国、九州などの西日本では、砂湖、砂湖、岐阜県では、ほらと呼ぶ。玉丘陵。 三浦丘陵、鞘山川丘陵、房総丘陵、武蔵野大地、下嘘大地といった関東の丘陵地、大地の沿辺部が長い時間をかけて侵食され形成された谷状の地形は矢と谷津、谷地などと呼ばれている。これらの表記及び読みは地域により分布に差が見られ、同様の地形を表す際にも千葉県などでは谷津を神奈川県及び東京都多摩地域では やと、野党または、国を、東北地方では、やちを使う場合が多い。これらの経緯については、資料が少なく詳細はわかっていないが、いずれの場合も意味は同じで、浅い新植国の周囲に、斜面樹林が接する、集水域であり、丘陵地の中で一段低くなった谷合の土地である、ことを表している。玉丘陵、三浦丘陵における、やと地形の生因は、 主に約2万年前の最終表記頃にかけて進んだ雨水、湧水による侵食で、その後の縄文海新規にかけて崩落土などによる谷部への注積が進み、谷合いの平坦面が形成されたと考えられている。大量の水を使う水筒工作において、水利の確保は重要な課題の一つとなるが、日本列島において稲作が始まってから、しばらくの間は、離水、 治水技術が発達していなかった。当初の鉄製品は、朝鮮半島からもたらされる希少なものであり、農具は木製が多く、用水路改作などには多大な労力を要した。その頃には、集水域で湧水が容易に得られ、しかも洪水による被害を受けにくい宿は、排水さえ確保できれば、稲作をしやすい土地であった。そのため、丘陵地内でとでは、 古くから稲作が営まれており、中世までには開発が進んでいたものと考えられている。こうした土地は森林が近接する谷合いの農地であることから、谷近接する斜面では日照を確保するため、穴狩りなどと呼ばれる下草狩りが定期的に行われており、また近接する森林では焚木などを取ることができ、そうした行為には慣例として入会権が認められていた。 労力さえかければ、生活に必要な食料、燃料、道具などの材料を調達するに適した土地であったと考えられている。反面、こうした場所は、尾根筋に挟まれた、狭硬な地形であるために日照時間が短く、水はけが悪い場合には、湿地状態となることが多い。また、遊水地に近接する、宿殿へ、 農業用水を直接引き入れると、水温が上がらないうちに田に入ってしまうこととなり、水を引き回すなどして温める工夫が求められる上、収穫される米の食味が悪くなるとの指摘がある。戦国時代以降になると地水、利水技術が進展し、諸大名が、石高工場のための稲作新工作を推進したため、関東においても、神殿開墾が進み、 中世平野での稲作が盛んになった。明治以降になると中央集権化が進められ、それまで地域ごとに半主導で行われていた農業振興策が縮小、廃止されるようになり、戦後の高度経済成長期になると農機や化学肥料の導入をはじめとする集約農業化が進められ、エネルギー源も薪木から化石燃料へと転換した。その影響を受けて、 前述のような宿地形の優位性が失われるとともに、欠点が目立つようになり、宿田は衰退することとなった。また湿度が高く宅地とするにも不向きであることから、工作放棄後には荒れ地になっていたり、建設残土などにより埋め立てられている場合すらある。しかしながら、都市化が進む地域においては、緑地や水源地としての希少性、貴重性が認められ、 野党の自然を保全する動きが出てくるとともに生態系上の価値も認められるようになっている。生物多様性の重要性が認識されるようになるとともに独特の条件がある野党の生態系に注目が集まるようになった。例えば東京産小魚や山カガエルなどの絶滅危惧種や地域固有種が開発を逃れた野党に生息していることが多い。また、 急激な都市化が進められた関東地方において、従来の生態系が残っている場合があることから、里山や雑木林などとともに価値が見直され始めている。関東地方近辺では、地域ごとに、主にカキの故障が使われている。自然科学の扉五感四号、ライブラリー通信発様、谷筋集落無上死 AB 山田秀造、関東地名物語から、谷、谷と谷津、 八ちの研究再販総風館、1998年、ISBN4 から883230589。ABCD 宿地形に、八地形の特質都水宿の景観構造、AB 玉地域の宿の保全に関する調査、東京都環境局、岡上村、梶家文書、連番証文のこと、法歴5年3月などに記録がある。ABC 広い年を、里山は、 トトロのふるさと巡報社、2004年、ISBN4 から845108623。日本の重要湿地500房総丘陵のタニツデン、有水地谷間の谷、植物いろいろ絶滅危惧種守る、タニツデン横浜の宿は、生き物がいっぱい。平成17年度源流域水環境基礎調査の、結果がまとまりました自然科学の扉五巻三号、ライブラリー通信屋と、 他日神奈川県立生命の星、地球博物館、ありがとうございます。